あ、大きい引っ張っとれないゴロベ届かへんやん緩めてもっと厳しいですけどね、はい、はい、どうぞうーちゃん行きますよ足しの足しのですはい、皆さんこんにちは。伏見観光協会十個組でご乗船いただきありがとうございます。これより三津港門へとご案内させていただきます。本日港船長笠原私浜谷がご案内します。よろしくお願いいたします。この上にね書いてある、左右覚えておいてくださいね。わかる？左右に書いてあるの。早速ですが、右側の建物、新京都百景第1号に選ばれました月景館株式会社の酒蔵です。今からおよそ117年前、明治39年に作られた蔵ですね。月景館大蔵記念館としてみんなに利用されてますね。短い船旅ですけど、よろしくお願いいたします。もうほんで船動いたし、立ったりとか場所の動画を見てくださいね。で写真もフラッシュ抜きでお願いします。絶対これ覚えておいては左に、なお姉さん連中になって、ね、上左上に書いてあるの。間違うだまだ同じ景色なし、ね、安定して帰ってくる、ね、先ほどの歌は酒造り歌の一つ、米を洗うときに歌う柏歌でした。本日は十国船にご乗船いただき誠にありがとうございます。もうちょい来ないか。あっちだったよ。私が思ったよ。だいぶ変わるな。私が思った。新聞親しい。船を進めてまいります。ご乗船の皆様には、いいね、水の船で一旦下船していただき、まあ、資料館などをご見学の後、およそ15分後に到着いたします迎えの船に再びご乗船いただき、元の月景館大蔵記念館裏の十国船乗船場まで皆様をご案内してまいります。しばらくの間ではございますが、歴史が香る酒蔵の町、水の町、京都伏見の十国船での船旅を皆様ごゆっくりとお楽しみください。およそ400年前、この時代の船は京都と大阪を結ぶ、まもなく左奥をご覧ください。ちょうどここ正面に坂本龍馬とお龍さんのブロンズ像真正面立ってますね。龍馬が刀傷を癒すためにここ寺なのか九州二人で旅立ったのは日本で最初の新聞旅行を言われてますね。ここ寺なのは30国船の乗船場になってますね。内緒を合わせておよそ3600隻もの船が出入りしたと記録に残されています。ここから先はね、桜並木に続きますね。この時期は柳ですね。現在は長老となって港町の名残をとどめています。などで知られる淀川三十石船は米が三十石、今でいうおよそ4500基を積めることからこう呼ばれていました。ただいまご乗船いただいている十石船は三十石船より一回り小さく、旅人や酒、米などを乗せて活躍した船です。
道正面をご覧ください。杉浦龍馬の偉業を称える石碑が見えてまいりました。杉浦龍馬は高瀬川運河を開いた人物で、今からおよそ390年前の慶長18年、伏見南浜から京都二条まで水路を伸ばすことに成功しました。この大事業によって伏見と京都が結ばれ、多くの人々や各地の産物が集まるようになったことから、伏見は京都の南の玄関口としてさらに発展、商業都市として繁栄したことになりました。右より流れてきておりますが、琵琶湖疏水の本流になります。明治23年に人の手で作られた人工の川ですね、疏水。滋賀県は大津琵琶湖よりこちらまで流れてきております。大津から京都山科桂上を抜けて鴨川沿いを南下してきてますね。琵琶湖まで約22キロあります。港町として多くの人々で、正面の柵の一番奥に流れている川が高瀬川になりますね。京都琵琶町二条船泊よりこちらまで流れてきております。昔はね、川幅が8メートルだったんですが、高瀬川の最終はこの一番奥の水路ね、2.5メーター、京都市場木屋町の高瀬がここまで来てます。約11キロありますね、以上の船泊まりにね。ここからが伏見城の外堀に変わりますね。豪華って名前になりますね。日本市はこの城の建築資材を運ぶため大規模な土木工事を行い、港を開きました。それが伏見港の始まりです。秀吉は全国各地から大名や商工業者を呼び寄せて屋敷を構えさせ、一大城下町を形成したのでした。伏見には今もなお松平筑前や柏長吉など当時の大名の名前が町名として残っており、城下町の名残をとどめております。この肥後橋のあたりには有力大名加藤清正の下屋敷がありました。今船は水面をゆっくり滑るように伏見城の外堀郷川を下っております。伏見城築城後間もなくの慶長3年8月18日、62歳でその生涯を終えました。やがて徳川家康へと政権の座は移りましたが、家康もまた伏見城において天下を治め、日本で最初の銀座を置いたのも伏見。家康の異なる徳川御三家、尾張、紀州、水戸の藩祖は全てここ伏見に生まれました。王城の地として千年の都を誇った京都、けれども東京遷都によって町は火が消えたようになりました。そんな京都を活気づかせた壮大な計画、それが琵琶湖疏水事業でした。発電や飲料水、農業用水、そして水運にと様々に利用された琵琶湖疏水は、滋賀県大津から東山三条木上を経て鴨川沿いに南下した後、伏見城の外堀となるこの郷川に流れ込み、やがて宇治川へと注いでいます。この辺り一帯が伏見港公園と呼ばれております。昔は今の3倍から4倍に広さがあったとも言われております。以前は伏見港として栄えた港町ですね。中川で港っていうのは日本でここだけですね。伏見港ですね。この港は昭和37年まで使われてましたね。明治28年、
正面の橋、港橋になりますね。この橋の奥にある水門の裏に京都の宇治川が流れています。川下で木津川、桂川、宇治川と三川が合流して淀川となって大阪湾に流れています、ね。大阪まで約44キロあります。チンチン電車に乗り会場へと足を運びました。進行方向正面、赤い構造物が見えてまいります。あそこがミス校門になりますね。昭和4年にパナマ運河方式で作られた校門です。川の水位に合わせて船を出し入れするという仕組みですね。あそこで一度下船していただいて、上に資料館あるので見学してもらいます。向かいの船に来るまでお時間ありますので、ね、ご覧になれると思います。お帰りの方ね、変わりますので、忘れ物だけないようにしてくださいね。それとこれ右左を覚えておいてくださいよ。関西の女にまた景色なんか入れ替わったらね、お願いしますね。左の人は左、右の人は右で座ってください。止まりますまで、もうしばらくお待ちください。また、大阪からは石炭やコークスなどを満載した船が行き交い、昭和37年頃まで活躍をしました。この春、この辺り一帯は水と緑に親しめる散策公園となり、水の校門を操作していた建物を復元した水の校門資料館が誕生しました。皆様、まもなく船は水の校門に入門いたします。だんだん黄色になってくる。散ってる方が多いんじゃん。いらっしゃいませ。もう少し止まりますまでお待ちください。お帰りの船45分になります。はい、5分帰りには上で集合。はい、こんにちは。このお二人はお帰りの船もこのエリアになるんで、このカードを持って早めに集まってください。わかりました。チョッキは脱いでもらって、降りるのは後ろからです。はい、はい、もこっち並びます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お二人もまた前に乗っていただきますので、少し早めに。はい、ありがとうございます。はい、さあ、あ、そう、下がってんのに入れてね、入れたね。どこから？この間で。時間かかるやん。うん、そうそう、かかるよ。ね、今度こっち来た時は減らすの？そうそうそう。それの繰り返しや。そして昭和になり、水のことになる高架は西側を。駐車場前の。ここ？うん、あれ、なんて書いてあるの？アンサイ橋。あれは京橋。え、アペラダイラアペラアペラダイラアペラこれこう来たやん、この子の子、うんうんうん、で、こう来たやん、うんうんうん、まだ向こうにもあるってこと？あったいうこと？こう来たやん、うん、ちょ、こっちか。うん。でも、たまたま向こうのところ左手に見えるって言ってたから、こう来たのか。ね。始まるのはここじゃないの？いや、ちょっと川の形が変わってたのかな。ま
間違って相手で知らんこと言ったらバターン。そうやね、あれが何？おい、宇治川危ないよ。